今回は北村想の続怪人二十面相伝を朗読します。明智さん、この国ぐらい富の分配が不公平な国はないでしょう。不公平というのは正義がないってことだ。私はね、ちょっぴり派手な演出で儲けすぎの連中に汗をかかせて、恵まれない者の鬱憤晴らしをしてるだけなんですよ。名探偵の明智さんがいてくれるんで結構盛り上げさせてもらってますがね。今からもう60年も前、昭和9年から昭和11年にかけて、怪人二十面相という盗賊が大金持ちの家から予告付きで名のある美術品を次々と盗み去って、巷の噂をさらっていた。名探偵と呼ばれた明智小五郎が二十面相と丁々発止の知恵比べをして、二人の対決は国中の注目を集めた。日本が軍閥に引きずられて長い戦争に入っていく暗い時代のことだった。昭和20年8月6日9日、アメリカの爆撃機が広島と長崎にピカドンを投下して、8月15日、15年にわたった戦争も終わった。赤いリンゴに唇寄せて、日本は国中焼け野原になったけれど、平和が戻ってきた。サーカス時代二十面相の弟子だった遠藤平吉も昭和21年の春、やっと東京に復員してきた。焼け跡、パラック、特攻崩れ、闇市、不老地、これが敗戦ってことか。やっぱり亡くなってるのかな。昭和11年12月25日、国立博物館の上空で乗っていた気球が爆発して以来、戦争地獄の間、二十面相は消息を絶ってしまった。町の噂は明日の食料、買い出しの女性を襲う連続殺人鬼、かっぱらい上手の不老児と、そんな話ばかり。あ、こら待て、くそー、こんな可愛い顔してお前もフロージのカッパライか。話してよ、話せ。人の握り飯盗んどいて威張るのか。ごめんよ、あたいいつもはこんなことしないんだけど、でも弟の具合が良くないんだ。見逃してよ、お願い。お前のねぐらはこの辺か。あっちのバラックだよ。よし、それじゃ今夜はそこに泊めてもらうか。おにぎりは宿賃代わりだ。本当？ああ、5つあるぞ。全部あげる。ありがとう。陽子というその不老児のバラックに着くと、彼女の弟はパッチリ目を見開いたまま冷たくなっていた。よしよ、よしよ、死んじゃダメだ。まだ5つなのに。お前はいくつだ。9つ。9つか。陽子ちゃん、よかったら明日から俺と一緒に暮らさないか。お兄さん、何の仕事してるの。仕事か。まだ東京に帰ったばかりで決まっとらんが。そうだな、
お前の真似して泥棒でも始めるか。泥棒？ああ、怪人二重面相みたいな大泥棒に。私何でもやって稼ぐさ。どうだ、俺とやってかないか。おまんま食べさせてくれるんなら。ああ、ひもじい思いはさせないさ。ついてく。続怪人二重面相伝、原作北村壮、脚色横光明。今日も二重丸もらってくるね。じゃあ行ってきます。男の子泣かすんじゃないぞ。私はレディーよ。行ってらっしゃい。不老寺の陽子は平吉の養女になった。小学校に通うようになった。少女の顔に正気がよみがえった。平吉は敵屋を始めたが、陽子がいるというだけで毎日に張りができた。私超大元言います。平吉はちょっと変わった人物と知り合った。父親日本人、今どこにいるかわからない。10年前日本へ来ました。10年前、先生が行方をくらました頃だな。平吉さん、身は軽やるか。ええ、サーカスにいましたから。一つ仕事頼まれてくれないか。どうも厄介な仕事らしいですね。ほほう、勘がいいね。頭いい。何をやらせるつもりですか。引退像物資知ってますか。引退像物資。日本軍や財閥やお役人たち、戦争負けると分かって急いで大切な物資隠しました。そのことです。ああ、お金にするとざっと2500億円。現在の金額で50兆円以上である。全部日本の人民や我々三国人から略奪したものばかりなのよ。私どもこれをハイドグッズ、あるいはエッチ物資と呼んでるね。エッチ物資。それをあなたに探してもらいたいあるです。しかし私ギャラ弾むあるよ。平吉は超大元の世話でドブロク長屋と呼ばれる一角に住むことになった。初代明智小五郎から小包と手紙が届いたのはそれから間もなくのことだった。二重面相こと武井丈吉君の愛弟子が君だと聞いて、二重面相君の隠れ家から発見した彼の犯罪技術に関する研究ノートを送ります。私明智小五郎は癌のためにもう長いことはないのです。このノートを君がどう使おうと君の自由です。うちの小林が私の後を継いで二代目明智小五郎になりたいと私を責め続けています。さてどうしたものか。お元気で。その年の12月25日、明智小五郎は奇跡に名を連ねる人になった。年が明けて昭和22年早々、二代目明智小五郎の誕生が報じられた。社会正義の執行者たる明智小五郎を襲名した以上、僕はこの世にはびこる悪を一掃することを誓います。そしてまたすでに密かに調量していると思われる二代目二重面相に告げる。細泥や闇ブローカーの真似はもうやめて、二重面相らしく芸術的な犯罪を披露してみたまえ。それとも二代目明智小五郎が怖くて僕の挑戦を受ける勇気もないのか。長さん、僕は泥棒を始めることにしました。何？ああ、
平吉さん泥棒になるありますか。実のことを言うとね、長さん、10年ぐらい前に名前を轟かせた怪人二重面相という盗賊がいるんです。二重面相、ああ知ってる。サーカス時代僕は二重面相の弟子だったんです。ほう。軍隊へ行ってる時も敵屋をやってる今もずっと鍛錬を欠かしたことはありませんから、ま、先生には及ばないにしてもかなりのことができると思ってます。僕が二代目の怪人二重面相になればエッジ物資の摘発にもきっと役に立つんじゃないですか。そうね。それに二代目の明智小五郎に好き勝手言わせておくのも尺だしあるしね。それもあります。でもそうなるとあれよ、二代目怪人二重面相だし颯爽とデビューしないとダメね。バカにされてしまう。焦らずにパーッと派手にこう美しく夢あるデビューね。難しい注文がついたな。夢のあるデビューか。夢のあるデビュー。いろいろ思いあぐねて平吉は久しぶりに陽子とおいしいものを食べに上野へ出た。腹が減っては戦ができぬである。ふるさとへ帰ったみたい。うん、陽子が風呂地やってたのはこの野上だもんな。私ね、夢見ちゃった。変な夢。どんな？西郷さんの銅像がね、歩き出してね、宝石屋さんに入ってダイヤだのルビーだのパクパク食べちゃうの。けったいな夢だな。平吉さん、宝石盗むんでしょ？何？いよいよ泥棒始めるのね。バカ言え。泥棒になるって言ったじゃない。あれはお前冗談だよ、冗談。寝言聞いたんだもん、平吉さんの寝言。だから私も変な夢見たんじゃない。そうか。いや、すまんすまん、夢なの忘れて。よう、陽子じゃねえか。あ、しんちゃん。やっぱり陽子だ。お前綺麗になったな。もうしんちゃんたら。うんうんうん。あのね、平吉さん、この子しんちゃん。犬江新助であります。犬江新助君か。はい。陽子、そこのベンチで一休みしよう。しんちゃんも一緒に。はい、座りましょっと。ちょっと、まんじゅうあったろ、途中で買ったの。食べよっか。うん。あ、はい。うん。残りはみんなしんちゃんにあげたら。お腹ペコペコって顔だぞ。うん。はい、しんちゃん、ありがとう。おいしい。あんか甘い。ん？しんすけくんはどうして食べないんだ？まんじゅう嫌いなのか？好きです。じゃあ食べろよ。すみません、ねぐらの方に小さいのや体具合の悪いのがいるんで。持ってってやるっていうのか？はい。ふーん。しんすけくん今ここで何やってるんだ？はい、野上のフロージの大将です。大将か。はい。偉くなったのね、しんちゃん。新助大将、お前んとこ兵隊何人だ？23人です。よし、ついてきな。どうしたの？お土産を買うんだ、兵隊たちに。グッドアイデア。でも、あ、ちょうどいい、あそこに寿司屋がある。あの、それじゃああんまり。いいってことよ。陽子、悪いがちょっと一っ走り行ってきてくれないか？はいよ。いなり寿司折り詰めで30人前な。急がせろよ。わかってるわよ。平吉さんもんなしでしょ。すっからかん。でも気持ちいいな。平吉さんって幸福の王子みたい。なんだい幸福の王子って。あら、知らないの？じゃあ私がお話ししてあげる。うん。その町の広場にそれは立派な石像が立っていました。幸福の王子の像でした。二つの目はエメラルド、眉毛は黒曜石、耳や鼻はダイヤモンド、唇はルビーで作られていました。ある日、一羽のツバメが幸福の王子の肩に止まって羽を休めました。すると幸福の王子が静かに話しかけたんです。ツバメよ、ツバメ、私の頼みを聞いてくれないか？あ、王子様、私は今南の国へ飛んでいく途中なのですが、まあいいか、一日や二日。
はい、何でしょう。よくご存知の幸福の王子が町の貧しい人たちにツバメの助けを借りて体の宝石をみんな分け与えてしまう話だ。平吉が陽子からその話を聞いて間もなく銀座のデパートのショーウィンドウに幸福の王子のマネキンが飾られた。ツバメと貧しい人たちのマネキンも。それだけでも評判を呼んだのだが、童話の話のまんまにショーウィンドウの中の人形たちの様子も変わっていったのだ。王子の唇が剥がれて寝ている女の子の人形に大きなルビーが渡り、王子の顔がめちゃめちゃになると貧しい人形たちの手にダイヤモンドやサファイアが渡り、しかも不思議なことに金持ちたちの家から名のあるルビーやダイヤが盗まれ出したのだ。ツバメのように屋根から屋根へ、ビルからビルへ、スイスイと空を飛ぶ怪盗のために。噂が噂を呼び、幸福の王子の人形がボロボロになった頃、たくさんの宝石が老人や孤児たちの施設に送られて、ショーウィンドウは次のディスプレイに変わったのである。平吉さん、お見事ありました。素晴らしいデビューでしたね。私嬉しいね。二重面相ね、キザな売り出し方をしてこの明智小五郎をからかってるつもりか。ツバメ盗賊がなんだ、幸福の王子がなんだ、おまけにショーウィンドウのディスプレイが別のものに変わったら、老人や孤児の施設に同じ宝石が匿名で送られるなんて。二重面相、貴様今度は義賊で売ろうっていうのか。小林さん、小林さん。ああ、失礼しました。このところ昔の名字で呼ばれたことなどなかったものですから、奥様もどうかもう小林などと呼ばないでいただけませんか。僕はもう先生のお許しをいただいて二代目明智小五郎を名乗っているんですから。明智小五郎は戸籍上の名前なのよ。役者じゃあるまいし襲名だなんて。お言葉ですが奥様、明智小五郎という名前は戸籍などという次元を超えてしまったんです。先生の偉大さが先生の名前を正義と英知の象徴にまで高めたんです。だったら主人の名前を汚すような真似はやめてくださらない。何です、この新聞は。は？何でしょう。名探偵明智小五郎氏事件を切る、幸福の王子事件は二代目怪人二重面相の宣伝、怪盗ツバメの正体は二代目二重面相。事実なんです。二重面相の方も二代目がやっとうごめき始めたんです。それはいいのよ。え？明智小五郎氏怪人二重面相の次の標的を予言、ターゲットは皇帝の夜行の時計以外になし。それが何か。亡くなった主人はこんな相手を挑発するような真似をしたことなど一度もないわ。いやそれは犯罪をそそのかすなんて、それ自体犯罪じゃないの。言い過ぎですよ奥様。あなたの記事でこの時計を持っていらっしゃる方がどんなに恐ろしい思いをしているか考えたことはないの。皇帝の夜行の時計はヨーロッパの工学技術と造形美術の粋を極めた一品なんです。桂本公爵の手元にあったのを戦争の末期に遺族の方が軍事費の足しにと国に献納されまして、それ以後行方は公になっていないんです。だから僕はかけたんです。国宝級の美術品をこのままうやむやの中に眠らせておくことができますか。二重面相が狙っていると僕が言うことで
所有者が助けを求めてくれば皇帝の夜行の時計はもう一度日の目を浴びることになる。さらに二重面相から見事に守り抜いてみせれば、僕は初めて先生に劣らぬ名探偵としてみんなに認知されるんだ。お分かりですか？奥様だって邪魔はさせませんからね。平吉さん、二重面相はどうするのかしら。新聞にこんなこと書かれて、うん、ほっとく。そうよね、相手の手に乗ることないもんね。うん、皇帝の夜行の時計か。先生のノートに確か、これか。桂本公爵所有。しかし公爵の美術品は確か遺族がみんな国に、うん？とするとこいつはエッジ物資だ。何？ちょっと出かけてくる。どこへ？調査。もう一つ聞きたいことがあるの。何でしょう？少年探偵団、あなたまた作ったでしょう。ああ、先生が草葉の陰でお喜びになると思いましてね。私反対でしたのよ、あれ。なぜ？心配じゃないの？子供に犯罪に興味を持たせるなんて。思い過ごしですよ。悪を懲らしめる。子供に夢と希望と勇気を与えるんです。目つきの悪い子ばっかりだって言うじゃない。今のところ不老児が中心だから。不老児？上野に新助という割にしっかりした子がいましたんでね。そいつがボスです。将来は二代目小林義雄を襲名させようと思ってるんですよ。ほっとけば悪の道に入るに決まってる子供たちです。少年探偵団はそれを救う意味もあるんですよ。とにかく危険な目に遭わせることだけはよしてほしいわ。はい、明智小五郎探偵事務所です。は？手塚龍之介さん。ああ、手塚物産の。結構です。奥様、皇帝の夜行の時計やっぱりありましたよ。何ですって？家計が的中しました。今ここに来るんですよ、新しい持ち主が。僕の保護を求めてね。でも言っときますけどね、自分だけいい思いをしようなんて思ってるときっとひどい目に遭いますよ。手塚物産取締役社長手塚龍之介。さよ。この1、2年の手塚物産の発展ぶりは素晴らしいですな。恐縮です。ところで皇帝の夜行の時計の件ですが、まず警察にご連絡ください。明智さん、警察じゃ取り合ってくれんでしょう。ああいうところは事件が起こってからじゃないと。脅迫状が来れば別でしょう。脅迫状？ええ、二重面相は必ずあなたの宝物の皇帝の夜行の時計をいついただきに参上するという予告状を送ってくるんですよ。その脅迫状が来たら警察に届けてください。それからですよ、僕の出番は。安心して、皇帝の夜行の時計は必ずこの明智が守って差し上げますから。平吉さん、二重面相はやっぱり皇帝の夜行の時計狙うのかしら。うん、いろいろ面白いことが分かったそうだしね。予告状はいつ出すのかしら。さあね。いや、誰がどうやって皇帝の夜行の時計をせしめたかは分かったというんだが、その横取りした人物が終戦以来ぷっつり消息を絶っているらしいんだ。何、きっとすぐ突き止めるんじゃないかな。うん、明智小五郎なんかに負けないわよね。ところが平吉と陽子をびっくりさせることが起きた。平吉さん、変なんだから、み
見てよこの新聞。ん？怪人二十面相より脅迫状届く。皇帝の夜行の時計頂戴につかまつる。手塚龍之介氏、明智小五郎探偵に協力を要請か。どういうこと？二十面相はいつ予告状を出したのかしら。陽子、これはきっと明智小五郎の仕業だよ。え？何考えてんだろう、明智小五郎。挑戦だな。明智は二十面相と早く勝負したくて、さっさと取りに来いって言ってきたんだ。じゃあ二十面相はどうするの？応じるな。でも敵は待ち構えてんでしょ。危ないじゃない。しかしここまでお膳立てされて尻尾を巻くようじゃ、二十面相戦わずして負けってことになるもんな。でも二十面相と明智小五郎は戦う宿命なんだよ。平吉さん、気をつけてねって言ってね、二十面相に。親愛なる手塚龍之介様、敗戦からもう丸三年になりますが、今年も三社祭りはないようですね。一つ私と一緒に、一つ私と一緒に三社祭りの代わりに、にぎやかにお祭り騒ぎをしましょう。5月17日夜が明けたら、皇帝の夜行の時計を頂戴に参上します。一日を楽しく過ごせるように、特に時間の指定はいたしません。名探偵明智小五郎氏ともどもお決まりください。怪人二十面相。とうとう日にちを指定してきましたか、二十面相。やれやれ、やっと餌に食いついてくれたか。しかし随分待たされたぜ。大丈夫なんでしょうな、明智さん。手塚さん、ちょっと横を見てくれますか。ん？なんだね。いいから横を向いて。こうかね。今度は反対の方。そう、一体どういうことだね。いや、二十面相というのはご存知のように変装の名人なんでね、二十面相があなたに化けてきても見破れるように、あなたの顔を目に焼き付けたんですよ。5月16日夜10時、明智の寝室。すべて手は打った。これじゃあ二十面相君、君はこの明智小五郎に捕まるしかないぜ。楽しみだな。ああ、先生みたいに君と犯罪論でもやってからにしたかったんだ。寝るか。明智小五郎は眠った。肝が据わっているのか、よほど疲れていたのか、驚くほど寝つきが良かった。眠りも深かった。翌5月17日朝方の9時、明智小五郎は手塚邸に姿を現した。中村警部は離れへ引き取り、明智は居間で手塚龍之介と向き合った。まったく二十面相のやつ、ゆうべはろくに眠れませんでした。目をしょぼしょぼさせて。半分朦朧としてます。じゃあ今のうちにモーターボートのキーをお預かりしておきましょうか。
ああ、二重面相の逃走に備えるんでしたな。これです。それから隠し金庫を拝見しましょうか。え、この前、まあいいか。中を見せていただけますか。私が手塚物産の秘密が詰まってるんだが二重帳簿とかま、明智さんならいいだろう。なるほど、結構。ここに皇帝の夜行の時計を隠しましょう。しかし蔵に隠せと言ったのはあんただよ、明智さん。二重面相ももうそれに気づいてます。おそらく何日も前から屋敷を見張っていたでしょうからね。だから裏の裏を書くんです。なるほど。5分後、手塚龍之介は蔵から運んできた皇帝の夜行の時計を隠し金庫の中に置いた。いやー、何度見ても見事なもんだ。ルビー、サファイア、エメラルド、ダイヤモンド、この土台に埋め込まれた宝石だけで7種類もあってね。ほら、虹のようでしょう、夜暗いとこでも。手塚さん。え、あ、もうお気づきだろうか、この明智小五郎は本物ではなく二重面相の変装した明智小五郎だったのだ。手塚龍之介は眠らされ、二重面相の明智小五郎は隠し金庫の中を空にすると悠々と部屋を後にした。皇帝の夜行の時計はついに二重面相のものとなったのである。よく眠った。何時だ。9時半。9時半。本物の明智小五郎はその頃やっと目覚めていた。東大元暮らし、二重面相は明智の家に忍び込んで酒に即効性の睡眠薬を入れ、さらに睡眠ガスで名探偵をこんこんと眠らせたのだった。手塚邸の裏は庭越しに東京湾を望んでいた。待て、これ何をする。くそ、なんだ、子供のくせに。離せ。あ、遠藤さん。お、新助君か。こんなとこで何してる。見張ってるんです。ここに来る者がいたら捕まえろって言われて。ん、僕ら明智先生の少年探偵団に入ったんです。二重面相を捕まえるんですそうだったのか。ああ、君の兵隊たちか、こっちを見てる連中は。はい。悪いことは言わん。少年探偵団はやめろ。子供が危ない真似しちゃいかん。でも、これでみんなでうまいもんでも食って陽子のとこへ遊びに行ってやってくれ。陽子心配してたぞ。はい。おい、みんな解散だ。少年探偵団は解散だ。平吉二重面相は岸壁につないであったモーターボートで東京湾に乗り出した。明智のやつ、もう起きてるはずなのに、このまま俺を逃がしてしまう気か。もう少し先まで考えてると思ったんだが。不意にヘリコプターが一機上空に現れた。ヘリコプターか、参ったね。まさか空から迫ってくるとは。どうした二重面相、残念だったな。こういう奥の手があるとは気がつかなかったろう。諦めろ、
諦めて岸壁にボートを戻せ。警官たちが待っているからな。ケイキチを乗せたモーターボートがスピードを上げた。ヘリコプターが後を追う。諦めの悪いやつだ。よし、僕がモーターボートに飛び移って直接逮捕してやる。待ってろ。ヘリコプターがヘキチを乗せたボートに近づいた。その時、信じられないことが起きた。炎に包まれたのだ。後にたなびく黒い煙と黒い海があるばかりだった。翌日、明智小五郎は二重面相から電話を受け取った。先代同士が火花を散らした喫茶店白鸚で会いたいというのだ。いや、ご機嫌よう。機嫌は良くないよ。こっちは敗軍の将だ。さあ、初めて顔を合わせたんだ。笑顔の一つも作って死んだかと思ったよ。爆発を見た時は。君を待ってる間にボートにちょっと細工したんだ。第二ラウンドじゃ叩きのめしてやるからな。徹底的に。まあまあ、第一ラウンドはまだ終わっていないんだ。そう焦らないで。何？もう一腹あってまくってことさ。僕もそう言いたかったんだ。まだカードが残ってるんだよ。まさか警官たちがここへ来るというんじゃ。もっと驚かせることさ。何でしょうかね。二重面相君、サヨという女性を知ってるかい？何？知ってるよね。君の母親だもの。君のことは何もかも調べたんだ。僕はね、君の師匠の初代二重面相が気球の爆発で大やけどした時、彼を助けたって女性を探り出したんだがね、その人の名前がサヨって言うんだ。そう、平吉は母のサヨが初代二重面相武井常吉を愛していたことは知っている。父はその母を殺したと自首して刑務所に入ったのだ。君の親父さんの供述書にあったように、顔から首にかけて古い傷跡が残っててね、今も達者だよ。どこにいる？ただで教えるわけにはいかないね。皇帝の夜行の時計と引き換えでなくちゃ。そうか、わかった。じゃあ君は母の居所をメモしてくれ。僕は皇帝の夜行の時計のありかをメモする。それでどうだ？いいだろう。まあこれで今度の戦いは痛み分けってことかな。明智小五郎の受け取ったメモには国立美術館と記されていた。すぐに引き取りに行ったが、簡単には戻ってこないことが分かった。皇帝の夜行の時計には手塚龍之介の手元に渡った経緯を記した書類が添えられていたからだった。手塚龍之介は手塚家の婿養子となる以前、終戦の際には陸軍省にいて献納品の管理を任されていた主計中佐だったのだ。彼は敗戦のどさくさに紛れて献納品の一部を盗んだのだ。手塚物産を生んだ莫大な資金はそのエッジ物資がもたらしたものだった。なんだ君たちは。何をする。手塚龍之介、国家財産の収奪および隠匿の容疑で逮捕する。やめろ。ちくしょう。残念あるね。皇帝の夜行の時計は。それじゃ私の手には渡らないやるか。高く買おうと思っていましたのに。エッジ物資は手に入れたらお渡しする約束だったのに申し訳ありません。いやでも人民の時手塚龍之介を倒したし、エッジ物資は他にもたくさん隠されてることが分かったし、まあ
いいことにしますあるね。すみません。謝ることはないさ。平吉、よくやったよ。え？それでこそ俺の後継ぎだ。あ、先生。そう、私は初代二重面相ありますです。超大元さんに化けて、うん。生きてたんですか。ああ、よかった。俺を見守ってくれてたんですね。先生、それで俺のおふくろは今どこです。え、だよって女ですよ。あ、ああ、お前のおっかさんか。おいおい、何言ってんだ。ほら、ご亭主に刺されて死んだはずじゃないか。何言ってるんです。あなたが気球の爆発で大やけどした時に、お袋が助けたんじゃないですか。え？ああ、そうなのか。さよは生きてたのか。いや、まるで覚えてないんだ。あの時のことはな。家に帰って気絶したきり、どうやって病院に行ったのかも。しかし、仮に小夜が生きているというんなら、どうして俺が治った時小夜はついていてくれなかったんだ。会いに行きましょう。いるところは分かってるんです。滋賀県、平吉と上吉は明智小五郎がメモした場所を訪ねた。橋の上からシジミ貝を川に戻している女がいた。供養のつもりなのだろうか。顔から首にかけて大きな傷跡があった。もし何万だ何万だ、もしえ、お呼びになりましたか。さよ、間違いない、さよだ。なんでこんなところにいるんだ。俺だよ、上吉、武井上吉。ああ、上吉さん、思い出したか。さあね、ずっとぼーっとしてて。おっかさん。え、平吉だよ。平吉ってあなた、まさかあの平吉。そうです、あなたの息子の平吉です。そう、そんなに大きくなった。はい、もう22です。 22? おっかさん、なんだか夢見てるようだ。私の心境である。それから水のように歳月は流れた。陽子は成人して新助と結婚し、昭和44年に長女を産んだ。彩子と名付けた。それを境に二重面相も人の噂に上らなくなって、そして現在平成7年。おい、陽子。はい、何ですか。彩子は一緒に出かける約束なんだが。さっきから待ちくたびれてるわ。ああ、いかん。おじいちゃん映画遅れちゃうわよ。はいはい、早く。彩子は26歳、放送局に勤めています。私はおかげさまで彩子の他に男の子を2人産んで、上野丈介は24歳、今年検察官になりました。下の平介は23歳、警視庁に勤めています。キャリア組だそうです。遠藤平吉は一度も妻をめとることはなく、13回の逮捕歴と13回の脱走歴を持って今年70歳。バブルが弾けてから
二重面相が不死鳥のように蘇ることを求める人たちが出てきたんで、私は困っています。もし平吉の耳に入ったら、近頃の世相にとっても腹を立ててるんで、また何が始まるか。何しろ平吉は頭脳も筋肉もまだまだ若者に負けないと自負しているのだから。いかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。